Hey guys, I'm Mayu. みなさんこんにちは、まゆです。Today, I'm gonna show you guys very comfortable Swedish city, Gothenburg. 今回の動画では、スウェーデンのヨーテボリの街をシェアします。ヨーテボリはストックホルムに次いで2番目に大きな都市です。ユニークな港町で美味しいシーフードを楽しんだり、おしゃれなカフェを巡るのもおすすめです。街中はこんな感じで、ちょっとレトロな路面電車がたくさん走ってます。あとバスも走ってる。住むのにはとっても便利な場所なんだろうなと思います。ゴーテンブルクの街は大学がたくさんあります。大学のカフェテリアでランチです。大学生もいて、すごいおしゃれ。ビールも売ってました。今はそのヨーテボリの中でもちょっと歴史的な雰囲気のあるハーガ地区になっています。スウェーデンの人はフィーカといってコーヒーブレイクをするのがとても好きなので、至る所にカフェがあります。私も一軒入ってみることにしました。全部美味しそう。どれにしようかな。I'll have one cappuccino. Yes. And caramel cheesecake. Caramel cheesecake. Yeah. You want cream? Yes, please. Anything else? That's it. すごい素敵なカフェを見つけました。スウェーデンの人はフィーカって言って、ちょっとしたコーヒーブレイクがとっても大好きです。なので、コーヒーと一緒に合うような甘いスイーツとかもとっても充実しています。キャラメルチーズケーキとプッチーノ。キャラメルとチーズの相性最高。めちゃくちゃ美味しい。コーヒーも合う。コーヒーが浸ったケーキの生地の上にキャラメルチーズのケーキの部分が乗っているので、まあ、コーヒーに合わないはずがないっていう。一息ついたので街歩きを再開しましょう。建物がかっこよくてどこを切り取っても絵になります。泊まってたホテル、スタッフさんがすごいストレスフレンドリーでとっても良かったです。部屋もね、清潔だしいい感じでした。町の中心にある大きな公園は市民の憩いの場。晴れた日の夕方には会社帰りの人がのんびりくつろいでいました。ヨーテボリのファッションストリートちょっと歩いてるんですけど、少し面白い日本語を見つけちゃいました。かっこいい雰囲気のスポーツウェアのお店なのですが、極度乾燥しなさい。ヨーテボリの街はそんなに広いというほどではないので、自転車でこうやって観光するの結構おすすめです。自転車置き場が結構街中にたくさんあって、こういう風にレンタサイクル専用の自転車置き場も主要な観光スポットの近くには必ずあります。レンタサイクルの自転車置き場にはキオスク端末があります。この端末で買えるゴーテンブルクシティカードはレンタサイクルだけでなく、バスや人気のパダンツアーというボートに乗ることもでき、さらに美術館も無料で入れる特典もついていてお得です。ヨーテボリの街いかがでしたか？日本ではあまり馴染みのない街ですが、ヨーロッパらしい歴史を感じる素敵な港町でした。ヨーテボリの街素敵だなと思っていただけましたら、ぜひいいねを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またね。